香川県に上陸です。読めますか？もてなす府中港パーキングエリアで、ここでちょっと食事取ります。はい、おうどんあるかな？はい、中に入ってきました。ここね、なんか今日のお花とか飾ってたり あとこれ徳島産すだち七味、香川県本鷹の爪使用。いいですね、これ。なんかときめきます。これかけようと思います、うどん。あとなんか主食で種なし梅、なんでだろう、食べ放題で 置いてます。ラッキーな感じですけど、頼みましたうどんはこちらです。こちら香川といえばうどん、マクドナルドよりうどん県が多い。うどんのチェーン店が撤退してしまううどん県の香川、ここ府中ですね。府中の、これごそうさんうどんだそうです。ここ府中名産のお豆腐と鰹節、温泉卵、あと納豆、のりネギなどなどなど、体に優しいものが入ったものを、これ選びました。おうどんね、どうしても塩分が多くなるので、ちょっと食べ過ぎには注意なんですが、香川の美味しいうどん張り付きました。今から食べます。でしょうか。食べ終わりました。美味しく食べました。うどんね、塩分が多いのと、私お蕎麦派というか、健康マニア的にはお蕎麦の方が、日本食でおすすめなのはお蕎麦なので、うどんあんまり食べないんですけど、やっぱいいですね、香川のうどん。うどんを控えてた時期あったんですが、白いものね、白いご飯とかうどんとか。でも今は運動してるので、こうやって炭水化物ね、必要なんですね。なので、炭水化物大好きな人、ぜひ運動入れていきましょう。運動入れれば炭水化物我慢することないです。美味しいものを食べるの人生の楽しみの一つでありますから。しかも日本っていう和食がものすごく美味しい国にいるのであれば、美味しいものを食べたいので、なので、でも体はね、健康でいたいですよね。と、また健康トークをしてしまうんですが、うどん、香川のおうどん、美味しかったです。美味しかった。また香川に来たら、なんか食べたいですね、こういったもの。またレポートします。食レポ 久しぶりの食レポでした。ごちそうさまでした。